みなさんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリオリンピック登録商標バレーボール男子予選リーググループ C 日本3の1アルゼンチン31日パリナンアリーナミュンヘン大会以来52年ぶりとなるオリンピックの金メダル獲得を目指す日本グループ C3 位世界ランク5位はアルゼンチングループ C4 位世界ランク8位2セットカウント3月1日。 25から16、25から22、18から25、25から23で勝利し、今大会初白星。負ければグループ2入りを逃す一戦を制し、予選リーグの通算成績を1勝1敗とした。準々決勝には各グループ上位2チームと3位チームの中から上位2チーム、計8チームが進むことができる。スタメンは主将の石川祐二28。 セッターには関田正宏、30、山内昭宏、30、小野寺大志、28、西田有二、24、高橋愛、22、リベロは山本智大、29が起用された。初戦でドイツに接戦の末敗れた日本。この日も東京五輪銅メダルのアルゼンチンに対し、立ち上がりは競り合うも、ディフェンスから攻撃につなげた。 さらに西田のサービスエースが連続で決まりリードを奪うサーブで相手のレシーブを崩し徐々に差を広げ25対16で先取このセットで西田はサービスエース5本を決めた第2セットは序盤で高橋愛が連続でブロックされ17とリードを許すと最年少の甲斐正人20を投入身長2メートルの甲斐は相手の3枚ブロックをかわしてすぐさま得点を決めた その後、西田のフェイント、高橋愛のバックアタック、石川のプッシュなどで5連続得点を挙げ、14から16とした日本は、さらに石川のフェイクセットからの西田のスパイクで一気に流れをつかんだ。チャレンジの場面ではアルゼンチンが猛抗議し、レッドカードにより21点目が日本に。そのまま逃げ切った日本が25から22で2セットを連取した。 このままストレートで勝利したい日本は第3セット、追いかける展開で中盤を迎える。石川がブロックされ13、19となると宮浦健と25、大塚辰則23、をコートに送り込んだが18から25でこのセットを奪われた。セットカウント2対1で迎えた第4セットは石川のブロック、西田の強打などで3連続得点で9対7とリード。その後 同点とされると小野寺、高橋愛のブロックで再びリード。終盤に連続得点を許したが、そのまま25対23で逃げ切り勝利。日本は今大会通算1勝1敗とした。負ければ4位転落の日本だったが、この試合で勝ち点3を終えたことで、勝ち点でドイツを上回り2位に浮上した。次戦は現地時間8月3日にアメリカ、同6位。 予選リーグ最終戦を迎える世界ランキングは試合前時点グループ C 試合終了時1位アメリカ2位日本3位ドイツ4位アルゼンチン得点上位西田21得点高橋愛14得点小野寺12得点石川11得点予選リーグ日程試合時間は日本時間7月27日日本2の3ドイツ同11 7月31日日本3の1アルゼンチン、同8位。8月3日日本、アメリカ、同6位。日本男子過去の五輪成績。1964年東京銅メダル。1968年メキシコ銀メダル。1972年ミュンヘン金メダル。1976年モントリオール4位。1984年ロサンゼルス7位。 1988年ソウル10位、1992年バルセロナ6位、1996年アトランタ出場なし、2000年シドニー出場なし、2004年アテネ出場なし、2008年北京11位、2012年ロンドン出場なし、2016年リオ出場なし、2021年東京7位、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。